皆さんは、眉墨チャイムというものを知ってるだろうか。国鉄の超特急光号で、使われていたチャイムで、音鉄の間では、幻のチャイムと言われている。一体なぜ、幻と言われているのか見てみよう。今流れたのは初代東海道新幹線のチャイム、鉄道唱歌である。これは開業当初から使われている。開業からしばらくして、新幹線なんだから在来線、特急と違うチャイムにしようぜわらわら、というやりとりがあったかはわからないが、チャイムを変えることになり、どんなチャイムがいいか議論をしていた。そこで当時、音楽業界最先端を行く存在だった眉住敏郎氏に頼み、2曲作ってもらった。それがこちら。この単調のリズムが何とも言えない不気味さがある。怖いというクレームが後を絶たなかった。しかし、眉住敏関係者は、眉住敏さんの音楽は最先端を言ってるから、今の時代では良さがわからん。あとあと良さがわかるさ。と言い、その場をやり過ごした。怖いという意見は一向に収まらず、ついに国鉄はチャイムを変えたのだ。それがこちら。これは有名な光チャイムである。鉄オタの間では神チャイムと言われている。では恐怖をもう一度。そして神チャイム。余談だが、個人的に光チャイムはアンパンマンに似てると思う。ね、よく似てるでしょ。眉住敏チャイムは4年しか使われなかった。ただし、2年という説もあり、ついに都市伝説化してしまった。眉住敏チャイムに時代が追いつくのはいつになるのだろうか。